6歳から27年ずっとサッカーです。今も昔もサッカーが大好きです。サッカーが教えてくれた大切なこと、僕たちの夢は続いていく。ルートボールイズドリーム。サイドバックのスペシャリスト、駒野雄一。高校時代はサンフレッチェ広島のユースで活躍。そんな彼はどんな未来を思い描き、プロサッカー選手への道を歩んだのだろうか。まあ、当時和歌山で、住んでいましたけど、まあ、そこでサッカーをしていて、関西選抜に入って、地方のクラブを代表して、東京で大会があったので、まあ、そこで広島のスカウトの方に目をつけていただいて、広島に行くことになりました。当時の津芝橋本高校に、もうか向こうの監督からも来てくれって言われていて、お互い、僕も行きますっていう、そういう口約束はしていたんですけど、まあ、その後に広島のユースの方に声をかけていただいたので、やっぱりトップに近い、と考えたらやっぱりユースの方が良かったと思いますし、まあ、でも高校選手権もそうですし、あんだけ応援されてテレビにも映って、やっぱりメディアにも大きく取り上げられて、ユースなんかね、文字だけで結果を残して全然差があったので、交代レーンの憧れはすごいありました。クラブハウスからそのトップの練習場まで、まあ、そんなに近く遠くはないんですけど、それまでの道のりがすごい坂で、いいトレーニングコースだったので、まあ、そこを走ったり、まあ、そういうことはしてましたね。練習はやっぱり他の選手と一緒のメニューなので、やっぱりそのどこで差をつけるかというと、まあ休みの日に、自分の足りないところを補ったりすることがやっぱりそこで差が出るんじゃないかなと思ったので、やっぱそこは、ね、遊ぶのを我慢して、サッカー好きにしたからこそ今に至るのかなと思います。まあ、最初の1年目というのはスタメン組と、試合に出れない組が、分かれて練習していたので、その悔しさが、日々の練習で絶対負けたくないというそういう気持ちを毎日出していたので、やっぱその気持ちも忘れてはいけないなと思って、やっていた結果、2年目から、試合に出ることができたので、そういう悔しい気持ちというのも忘れてはいけないなと思いました。ユース時代を振り返ると、高校1年生の時に出場した J ユースカップが今でも忘れられないという。決勝でエスパルスをやったんですけど、まあその時も、エスパルスには、何人か有名選手がいて、もうその時もまあ、チームもそうだったんですけど、個人的にも何もできなくて大差で試合も負けてしまったので、まあ本当にその時は悔しかったです。いいプレーをしたことはそんなに頭に残ってないですけど、その負けた試合だったり自分が不甲斐ないプレーをしたりした方が頭には残ってます。悔しい思いをしっかり受け止めることが自分自身の成長につながったという駒野選手。最後にプレミアリーグを戦う高校生たちへメッセージをもらった。得意としているプレー、まあ、それをどんどん伸ばしていくことがやっぱりプロになっても、それが自分の武器として言えることがすごく大事だと思うので、まあ、そういう自分の、ね、武器をやっぱり高校生時代からどんどん伸ばしてほしいなと思います。
高円宮杯 GFA U18 サッカープレミアリーグ、 J リーグのユースチームと高校サッカーも競合、20チームが9ヶ月にわたり熱い戦いを繰り広げる。そしてプレミアリーグ出場チームに潜入取材、チームの内情に迫る。フレッシュ、お見逃しなく。詳しくはスカパーサッカーで検索。6歳から27年ずっとサッカーです。今も昔もサッカーが大好きです。サッカーが教えてくれた大切なこと、僕たちの夢は続いていく。フットボールイズドリーム。